ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、どうやったら参拝客って増えるのかしら。おいおい、どうしたんだ霊夢。今回はえらく度直球で困ってるみたいだな。積極的に望むものじゃないのはわかってるんだけどね。やっぱりエモい観光地が近くにあったり、歴史と結びついてるような神社が受けるんだろうな。エモくて歴史もある神社といえば、鎌倉の鶴岡八幡宮だな。キラキラした側面だけじゃなく、歴史的惨劇の舞台にもなった場所だ。むむ、ちょっと影がある方が、深み出て人気が増すってことなのかしら。ちょっと詳しく教えてよマリサ。よし、じゃあ今回は鶴岡八幡宮で起きた源実朝暗殺の真相について解説してやろう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。実朝の暗殺の謎に迫る前に、鎌倉幕府の将軍となった源氏三代について簡単に解説しておこう。鎌倉幕府は源頼朝が開いた、初めての武士による統治機構だ。将軍は頼朝から9代続いていたぞ。え、そうなの？てっきり将軍は3代までしかいなくて、それ以降は北条氏がトップで政治をしていたと思っていたわ。源氏のネーム馬遊が強すぎて、公家や貴族出身の4代目以降は、教科書でもあまり取り扱われないからな。霊夢みたいに将軍不在の状態で北条氏が将軍の代わりになった、と勘違いしても無理もないぜ。実際の4代目以降の時代は、一応将軍を置いて、その下で北条氏が執権として権力を握る。そんな政治スタイルだったんだよ。よく言う傀儡政権ってやつね。そういうことだ。さて、話を源氏三代に戻そう。初代は源頼朝だな。鎌倉幕府の初代征夷大将軍で、ここから江戸時代末まで約700年続く、武家政治の根幹を築いた人物だ。冷静に考えたら、他の諸外国では王様が国を治めているような時代に、ここまで長く武士が国を治めていたのってすごいよね。騎士が国を治めているようなものでしょ？頼朝以前に実権を握っていた平家も武士だし、ここまで長く続いたのは確かに特殊かもしれないな。頼朝は、1147年清和源氏の流れを汲む源義朝の三男として、現在の名古屋市にある尾張の国厚田に生まれた。1159年に起こった平治の乱で、父の義朝と共に平の清盛に敗れ、頼朝は伊豆に流されることになるぞ。源平合戦は壇の浦が有名だけど、頼朝以前の世代でも激しく争っていたのね。日本武士界の覇権を決める戦いだからな。ことあるごとに衝突していたんだ。流民時代に力を蓄えた頼朝は、1180年に挙兵。宿敵の平家を倒し、兄弟になってきた弟の源義経を討ち、1192年に念願の征夷大将軍に任命されたんだ。激動の人生ね。そして頼朝は1199年1月に亡くなるんだが、鏡倉幕府の正史である吾妻鏡では、その月の記述がごっそり抜けていることから、暗殺された可能性もあると言われているぜ。怖い、今回の解説はミステリーなの？ミステリーなら犯人が明かされるんだろうけどな。吾妻鏡でも頼朝の死因ははっきりせず、真相も不明のままだ。源氏三代の面々は、三人ともがそういった陰謀めいた不審な最後を迎えているんだよ。心して聞くわ。よし、じゃあ先に進むぞ。二代目は源頼家だな。頼家は頼朝が36歳の時に北条政子との間に生まれた長男で、頼朝の急死後に二代将軍となった人物だ。18歳の若さで家督を相続し、鎌倉幕府の第二代鎌倉殿、そしてその3年半後に征夷大将軍となるぞ。すごく若いわね。そういう時って、萎縮しちゃって周りの大人に何も言えなさそうだけど。ところが頼家は、父である頼朝のように武家の頭領として自らの政治を行う姿勢を見せていたんだ。でも、将軍に就任して早々に13人の合議制を敷かれてしまい、実力を発揮する場を奪われてしまうぞ。あちゃー、気概はあったけど、周りの大人たちの方がやっぱり上手だったのね。ちなみに13人の合議制って何？北条氏をはじめとした、有力御家人13人によって将軍頼家を指導する、という制度のことだ。ちなみに御家人は、御恩と奉公によって将軍と結ばれた武士たちのことだな。ふむふむ。会社とかでいうご意見番みたいなものかな？実際は国策の方向性を決める場であると同時に、権力闘争の場、という側面もあったみたいだな。頼家は北条政子の長男だから北条を重用しそうなところだが、13人の合議制を導入した張本人の一人である政子との関係は微妙になってしまった。あや、家族喧嘩？いや、この場合は生存をかけた闘争だよ。頼家は側室若狭の局の実家である比企氏との関係を深めていくが、病気で伏せっている間に比企能員の変が起こり、比企氏一族は壊滅。これに激怒した頼家は、首謀者である祖父の北条時政を討伐するよう、和田義盛に命じるんだけど、逆に義盛から北条氏へ、討伐命令をリークされてしまう。やばい。
そして頼家は、最後には北条政子から出家を命じられ、出家先のお寺で北条氏の刺客に抹殺されてしまうんだ。うう、追い詰められていく感が半端じゃないわ。出家先のお寺も、北条氏の本拠地にあったというから、頼家の絶望感は感じるにあまりあるよ。さて、ここからが本題。三代目の源実朝について解説しよう。実朝は1192年に生まれた頼朝の実子であり、頼家の実の弟だ。ふむふむ。二代目の頼家に子供がいなくて、弟の実朝が後継ぎになったってことなの？いや、頼家には一幡という長男と、供養という次男がいた。一幡は側室である若狭の局との子、供養は正室である辻殿との子だな。じゃあ、なんで？ここでも、北条氏の意向が大きく関わってくるんだよ。頼家が存命時の話になるが、1203年7月に、頼家が急病により倒れ、翌月の8月には危篤状態になった。こうした状況で問題となったのが、頼家の後継者についてだ。うんうん。当時の後継者候補は頼家の嫡子である一幡と、実弟である実朝の2名だ。本来であれば、嫡子である一幡が全てを相続するはずだけど、幕府の主要御家人たちは一幡に関東28カ国自頭職と日本国総守護職を、実朝に関西38カ国自頭職をそれぞれ分割して相続させよう、と画策したんだよ。なんだか頼朝が築いてきたものが、崩されていく音がする気がするわ。このことを病床で若狭の局から耳にした頼家は、首謀者である北条氏の追討を比企氏に命令。比企氏は比企能員の変により、北条の返り討ちにあってしまうんだよ。うわぁ、頼家が比企氏の仇討ちをしようとした時の話といい、北条氏のカウンター能力恐ろしいわね。一幡はどうなったの？一幡の母である若狭の局は比企氏一族だ。だから、一幡は比企能員の変の際に若狭の局と共に撃たれた、という説が有力だな。こうして、実朝が後継ぎになった、というわけなんだ。なんだか屍の上に築かれた修羅の道って感じね。実朝自身もそれを感じていたのか、将軍に就任した後も徹底的に政治に関わらないようにしていたんだ。結婚に関するエピソードとして、母の政子は有力御家人の娘を妻として迎えようとしたんだが、実朝は、それを激しく拒否した、というものがあるぞ。結婚と政治って、いわゆる政略結婚的なこと？いい線言ってるな、霊夢。ほら、実朝は兄の頼家が比企家から妻を迎えたことで、御家人の勢力争いに巻き込まれてしまったのをよく知っているだろ？だから武家と結婚するイコール死、ぐらいの危機感は持っていたんじゃないかな。そんな実朝は、武家と関係ない公家から妻を迎えようと思っていたみたいだぜ。無理もないかもな。お飾りの将軍であることを受け入れた実朝は、華道の世界に生きる場所を見つける。当時のトップ歌人である藤原定家に師事して華道の腕を磨いて認められ、小倉百人一首に選歌されるまでになっているぞ。完全に生まれる世界を間違っていて泣けてくるわ。立派な文化人じゃない。同時に武家世界を見限っていた実朝は、朝廷や官位を重視していく。最終的には、父の頼朝よりも上の位である右大臣にまでなっていたんだ。ただ、この祝いの参賀を行った鶴岡八幡宮で、実朝は暗殺されてしまうことになる。ここで暗殺か。源氏には死亡フラグを回避する道はないのね。今回も北条氏の陰謀なのかしら？今回の犯人ははっきりしていて、頼家の次男供養だ。次男くんが犯人？動機は何なの？親の仇討ちと次期将軍の座を狙っていた、という説が有力だ。愚管抄という歴史書では、供養が実朝を討つ時に親の仇は格打つものぞと叫んだとある。供養の目には実朝は父が非業の最後を遂げた後、将軍の座を盗んだ仇として映っていたのかもしれないな。なんてこと、実朝からしたら、むしろ将軍職なんてもの、のしをつけて譲ってあげたかったでしょうね。本当にな。そして仇討ちを果たした供養自身も、後ろ盾として信頼していた御家人三浦義村から見限られ、間もなく中殺されてしまう。供養にも、撃たれた実朝にも子がいなかったから、頼朝から始まった源氏は、わずか三代で断絶してしまった、というわけだ。なるほどね。でも実朝は仮にも将軍だし、そんなに簡単に接近できるものなの？もっともだ。それじゃあ、供養のスペックと、実朝が襲撃された時の状況を、もう少し詳しく解説しようか。供養は頼家が亡くなった後出家させられ、18歳の時に鶴岡八幡宮の別当に就任した。別当というのは、僧たちの長のことだな。ふむふむ。確か、今回の事件現場も鶴岡八幡宮だったよね。供養には地の利と、人数を集める力があったってことかな？その通り。そして、次は襲撃当日の様子だな。愚管抄によると、時刻は夜。実朝は源の中明をはじめとするお供を連れて、鶴岡八幡宮の石段を降りていった。
そこに供養が実朝の元に走り寄って、刀で実朝の頭を襲撃。討ち取った後に、4人ほどの奉仕が新たに現れて、友の者を追い散らし、松明を振る中明を切り殺した、といった状況だったらしい。まさに襲撃事件って感じね。供養自身も、結構強かったって印象を受けるわ。供養単独犯説。これはこれで綺麗にまとまっている気もするけど、供養をそそのかした者がいるんじゃないか、という黒幕説もあるぞ。二人ほど紹介しようか。まさか、そのまさかだぜ。一人目の黒幕候補は、霊夢も一押しの北条氏だ。今回は、政子の弟であり二代目執権でもある北条義時だな。義時は、実朝が鶴岡八幡宮の拝賀をするとき、最後まで随行することになっていたんだ。しかし謎の体調不良になった義時は、主よりも早めに帰り、事件当時には現場にいなかったんだよ。何それ怪しい。だよな。もちろんたまたま体調が悪くなった可能性はあり得る。でもあまりにタイミングが良すぎることから、供養が実朝を襲撃をすることを知っていた義時が、仮病を使って難を逃れたという説があるんだよ。これが事実だとすれば、義時が供養をそそのかして実朝暗殺を実行させ、自らは傍観していた可能性が出てくるんだよな。確かに、仮にも執権ということは御家人の筆頭でしょ？そんな重要な人物が、多少の体調不良で主の宿賀をドタキャンするっていうのも不自然よね。二人目の黒幕は供養の後ろ盾である、三浦義村だな。三浦義村って、どんな人物なの？義村は、今回の実行犯である供養の目の飛ぶで、育ての親の一人と言っても過言ではないくらい、深い関係にある人物だ。また義村のこの駒若丸は、供養の門弟でもあったんだぜ。そこで供養を担いで実朝と義時を殺害させ、同時に挙兵し義時の屋敷を襲撃。北条を滅ぼそうと画策したというんだ。ふむふむ。これだと、義村の狙いはどちらかというと北条義時ね。味方が変わって面白いわ。ところが義時が危機を察知し難を逃れたため、供養は義村に見捨てられた上に口封じのため撃たれたのではないか。これが義村黒幕説の全貌だよ。そして、義時が宿賀をドタキャンしてるのは変わらないのね。北条氏、ぶれないわー。やっぱり推し武将なんじゃないか。ちなみに、義時ドタキャン説は吾妻鏡の記述で、もう一つの歴史書である愚管抄の中では、義時は実朝の命令により、離れた中門で待機していたと記録されているんだ。全然描写が違うね。それだと義時よりも義村の方が断然怪しくなるなー。だろ？源仲章が務めていた太刀持ちは、もともと北条義時が務めるはずのポジションだった。黒幕が義村であれ供養の単独犯であれ、仲章は義時と勘違いされて切られた。つまり義時もターゲットになっていたことは間違いなさそう、というのは言えるかもしれないな。どうだったかな？以上で源の実朝暗殺の真相をめぐる解説は終わりだぜ。見る視点や、解読する歴史書によって印象が全く変わるのがすごく興味深かったわ。気に入ってくれた方は、チャンネル登録やいいねをしてくれると嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。